はい、じゃあね、今日は蝶々やっていきます。で、人参使いますね。で、コツはやり方はシンプルなんやけど、こう条件は剥がん、やっぱり包丁が切れないとやりにくいです。で、一応氷水用意しておいてください。じゃあやっていきますね。やり方はシンプルなんですけど、ほんまにあれですよね、このやり切れ薄く切らないといけないね。で、薄くで1センチミリかな、こう切っていきます。で、もう一個これは最後まで切らんと、ここはこれベランとしておいてください。で、これは最後まで切ってない。で、こういうのあるとベランと、これが羽なの、ちょっと切り足りなかったかな。で、この後どうするかというと、で、いるかな、まずこっちです。こう切ります。こう切って、こう繋がってる側から切ってください。こうなりますね。で、今度反対側、こっちからね、こう入れるかな、ね、ちょっとで今度はこっち側ね、こっち側ちょっと2センチ1ミリか乗せて、ここを切っていきます。これで完成です。あら、ちょっと失敗や、ごめん、もう一回やりますね。そうで、これで、こうします。羽を広げてます。で、これだけもできんやけど、さらにここで V の字でここへ切り込み入れてあげますね。こう三角形 V の字、これで羽になります。こねられます。で、こうパカーッと開いて、で、このパカーンってつながってるところ開いてるじゃないですか。で、ここをくるんとひっくり返してあげると、ほら、なったでしょ。で、これを氷水で落としてあげると、こういう風な綺麗な蝶々になります。本当にやり方はシンプルなんやけどね、あ、これ斜めになった、シンプルなんですけどね、すごいこう薄く切らないといけないかな。やっぱり包丁切れないとこれもできないね。はい、こうなりましたね。で、ピラーンと開いたところにくるんと、はい、ピラーンと開いて、はい、くるんと回して、はい、これで出来上がり。ちょっとこの間のご用意もですよね、ちょっと難易度高いかもしれんけど、まあマスターしたら本当にこれも可愛い形になるので、ぜひやってみてくださいね。では。